メインステージ無事突破いたしました。応援お願いします、これからも。プラス今日はなんと、チーム Z と申します。今日はちょっと早めなんですけど、僕の誕生日会をやっていただけるということで。イエーイ、誕生日おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。22歳になりました。うわ、いやー、おじだれ、おじだれ。まあ、メインチームに1人おじ必要って聞いたことある。そうです。おじよ、おじよ、おじよ。ちゃんと行かせていただきます。22歳の抱負というか。あ、そうじゃん。何かしら目標を。22歳のだよね。周りに流されず、年相応の対応で大人になりたい。この周りに流されず。俺らが負けすぎるって。あ、すいません。この中で一番大人選手権やったら俺です。いや、俺で全動員。まずちょっとお水お配りしますか。やられた。この水は大人か。大人か。まあ大人なんで、これはガキが飲む。大人はこちら。はい、コーラ飲みたい人。はい、はい。何やってんだ。我慢できるで飲んでますよ。乾杯。確かに知らんか、乾杯の温度。いや、乾杯知らん。やば、まだそういう場慣れてない感じですね。じゃあまず一旦お疲れ様でした。お疲れ様です。皆さんの頑張りのおかげで勉強を勝ち切ることができたと思ってます。もう全員強かった。これからもメインステージも気を抜かずに圧倒的1位で乗り切りましょう。スプリット1も2も優勝。じゃあ誕生日おめでとう。俺と。おい、お前、マナ、これ。はい、ちなみに今日のお肉なんですけど、クルーズの誕生日、まあ、クルーズ在籍長いということで、はい、末端価格合計8万円分のお肉を。8万。俺も人生初のミスジしゃぶしゃぶ。何それ。いいですか、そんな。はい、ありがとうございます。やりたいと思いますので。え、見して。それが高い。いや、まあ、これとすごい内ももが高い。えぐすぎない、なんか。いい、ありがとうございます。野菜食べたい。中で言って。はい、言いにくすぎない。いただきます。いただきます。ごまだれいる人はポン酢。今かけて、切ったのに。かけて、かけちゃう、全額みたいな。ポン酢いるやつ。はい、じゃあ、ごめん、ちょっと本当サーブこれ。はい、楽しい人。はい、楽しい人。はい、もさらちょうだい。誕生日だけだろ、大人だったら。それ、突っ込もうか迷った。さっきまでの全部超ケチだよ。全然俺が先。ポン酢との野菜の相性がいいですわ。いや、ポン酢は…え、わかるよ、ポン酢いいよね。そうですか。やってみて、これサンプリは。今さ、めっちゃ同調してあげてんのにさ、否定されるんだけど、言ったら。いや、デリー、嫌がらすぎてるから。いや、ちょ、そうですか、否定はしてない、別に。ご飯、そうですか。うん。めっちゃ他人事やん。自分で言ってるくせに。ちょっと誰かに、あ、じゃあそれこそクルーズに最初トップバッター行ってもらう。一枚丁寧に焼いて。クルーズの反応が微妙だったな。6組やん。さあ、行くわ、行きましょう。どうですか、お味の方は。柔らかい、美味しい。あ、ちょっと迷った。え、もう石垣中の中で走ってる。内ももです。うまそう。内ももは何です。どこですか。内側のもも。正解。もうでいいよ。いいよ。一緒だよ。はい、一緒。え、こっちか。俺、一問もらいましたよ。一問だよ。でも、美味しいけど同じ部位。同じ部位を名前変えて売ってる。じゃあ、いかしていただきます。何の音あとでここみたいな。しゃぶしゃぶじゃない音出たもん。こっちの方が牛の特有の美味しさの香りが少なく、美味しさの香り、美味しさのその独特の味が薄く、
その代わりその脂のいい味だったりがそのさっきのに比べて味わいやすいです。これお肉屋さんが言ってたの一緒です。うわ、うえ、違う、逆で。え、あ、こっちの方が脂身が少ないんだ。あ、そうそうそう、だからそのあれ、え、脂身多いって言った。いえ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアクルズ、僕たちからの、いや全然関係ないから、あ、給料から転引してきます。ディーゼル絶対いいやつだ。何もう良さそう。もうあげて、あげます。はい、何ですか。おーこれめっちゃいいやん。言ってたんですよ。何がテーパック欲しいなと。すげえ、めっちゃ嬉しい。すごい、これ長く使っていくとどんどん味が出てくる。やっぱクルズのね、俺、革人間になった。革人間。俺もアウターも革しか着てないからね。いい。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。クルズ、はい、改めて誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。こういうの良くないですね。いつも応援ありがとうございます。多分、あ、まあ、結果は分かんないですけど、まあ、多分プレーオフには出てると思いますよね。てか今年は本当にフェンデルいつも危なっかしいから、はい、圧倒的に勝ちたいね、はい、圧倒的に勝つという目標で頑張りますので、よろしくお願いします。お願いします。本当に、誕生日会嬉しかったです。ありがとうございます。じゃあ違う、またの、動画をお楽しみということで、はい、お疲れ様です。おはようございます。バイバーイ。